政策より正式には第一哲学に関する諸政策の表紙デカルトは1637年に交換された方法序説において自説が論爆に値すると思う者はそれを知らせて欲しいとの文章を載せ反論を公募しておりこの政策書版の交換前にメルセンヌが手配をしてカテルス、アルノー、ホッブズ、ガッサンディ、ブルダンなど 当時の著名な学者に原稿を渡して、反論をもらっておき、それに対しての再反論をあらかじめ伏し、メルセンヌ自身も反論を書いた。このような経緯で、本書は、本文のほか、反論とそれに対する答弁からなる。第一版の構成は、本文が、ソルボンヌ大学宛書館、序論、概要、第一制作、第二制作、第三制作、第四制作、 第5政策、第6政策からなり、それに、第1反論と、第1答弁、第2反論と、第2答弁、第3反論と、第3答弁、第4反論と、第4答弁、第5反論と、第2反では、第1反の誤植を訂正し、第7答弁を過失した。ラテン語版から、フランス語訳された版は、デカルト自身が目を通した。 とされており、1647年にパリで出版された。なお、現在アカデミックな世界で国際的に定本として広く利用されているのは、1904年に初版が交換されたアダン・タヌリバンである。本書の本文は6つのメディテーション制殺と題した章によって構成されており、その一つずつが1日の制殺という位置づけにされており、目想6あるいは、 日記のような形式で書かれ、デカルトは読者に対しても、じっくり思いを巡らし、施策の歩みを読者自身も辿ることを求めている。まず、第一制作においては、方法的会議の概要が示され、それ以降の、制作ではそれぞれ考える我の存在と、その諸性質、神の存在、真と偽に関する判断論、物体の本性と神の存在証明、 物体の存在と心身の区別がテーマとして扱われる。このようにこの本は精神から神へそして神から物体へと、つまり一旦上がって次に下がるような構成になっており、こうした全体構成の中に金星哲学の祖先となった理論が多数。幼児の時から無批判に受け入れてきた先入観を排除し、真理に至るために一旦全てのものをデカルトは疑う。 この方法的会議の特徴として2点挙げられる。一つ目は会議を抱くことに本人が意識的、家庭的であること。二つ目は一度でも惑いが生じたものならば、すなわち少しでも疑わしければ、それを完全に排除することである。つまり方法的会議とは積極的会議のことである。この強力な方法的会議は、 もう何も確実であると言えるものはないと思える。ところまで続けられる。まず、肉体の与える感覚は、しばしば間違うので偽とされる。また、痛い、甘いといった、内部感覚や、自分が目覚めているといった自覚すら、覚醒と睡眠を判断する指標は何もないことから、偽とされる。さらに、正しいと思っそして、究極的に、真理の源泉である神が、 方法的会議を経て、肉体を含む全ての外的事物が会議にかけられ、潤化された精神だけが残り、デカルトは、私が、このように、全ては偽であると考えている間、その私自身は、何者かでなければならない、これだけはまであると言える、絶対確実なことを発見する。これが、私は考える、ゆえに私はある、ジュペンセ、ドーンクジュシュイである。コギトイルゴスムは、 方法的会議を経て、考えるたびに成立する。そして、我を思う、ゆえに我がありという命題が明晰かつ判明に知られる、ものであることから、その条件を真理を判定する、一般規則として立てて、自己の精神に明晰かつ判明に認知されるところの、ものはまであると設定する欺く神、足切れを否定し、誠実な神を生み出すために、デカルトは、神の存在証明を行う。 第一証明から意識の中における神の観念の無限な表現的実在性は対応する行創的実在性を必然的に導く。我々の知は常に有限であって間違いを犯すが、この有限であるということを知るためには、まさに無限の観念があらかじめ与えられていなければならない。第二証明から継続して存在するためには、その存在を保持する力が必要であり。 それは神を置いて他にない。第三章名から完全な神の観念はそのうちに存在を含む。悪しき霊という過程は神の完全性、無限性から否定され誠実な神が見出される。誠実な神が人間を欺くということはないために、ここに至って方法的会議によって退避けられていた事故の認識能力は改めて信頼を取り戻すことになる。 abcde ことバンク、ブリタニカ国際大百科、生殺録。https コロンスラッシュスラッシュ k-o-t-o-b-a-n-k.jp スラッシュワードスラッシュ生殺録。デカルト、近年間の役所は、デカルト、生殺常年論がある。ありがとうございます。